はい、皆さん、毎度毎度。宿毛矯正した後のカットだね。毛量調整と、まあ、適当なカットだね。まあ、見てても大した内容ないよね。のんべんたらりとね、お兄さん切ってるだけだからね。はい、皆さん、毎度毎度。もう今日はね、特に何もないからね。大したことやんない。カレーでもね、作ろうね、朝からね。冷蔵庫からね、空の鍋出してね。で、炊飯器見える？はい、ここにね、夕べ作った具が入ってるからね。ね、滑ると嫌だから、暑いからさ、手袋するね。よいしょ。はい、これ、もう、煮込みは、もう煮込みはね、一晩、保温。ね。で、水が確か500ぐらいしか入れてない、400ぐらいしか入れてなかったかな。じゃちょっと、どのぐらい入れるか。今日は何カレーで食うかで、まずな。何カレーがいい？ジャワカレーにする？手堅く。怒ってきちゃった。ジャワカレーにするか、ジャワカレーにね。ねえ、ちょっとフライパンも買ってきた。もう傷んじゃったからね。フライパンもね、1000円ぐらい？1000円ぐらいだね。1100円ぐらい。1200円ぐらい。今日ジャワカレーにしましょう。もうあとルー入れて、あれだからね。もう煮込みは炊飯器の保温でやっちゃったからね、ゆうべね。1300だから650だから、650だから200ぐらい入れとけばいいか。これぐらい入れとけばいいか。入れたっけ、今水。入れてないよね。忘れちゃった。入れたらちょっと薄まりすぎちゃうね。ね。ちょっと今、これが開かないんだけど、開かないんだけど、イライラしてくるよ、朝から。ねえ、滑り止めスプレーふっかけたくなったね。ねえ。よくね、ルー混ぜる人いるけどね、ルー混ぜるのは邪道だね。やっぱりジャワカレーにはジャワカレーの美味しさってのあるからね。これ肉ちょっと砂糖入れたんだよね。肉どうなったかな。ねえ、ちょっと肉試食してみようね、一個ね。柔らかくなってるけどね。うん、バサバサ。柔らかいけどバサバサ。これちょっと思ったけど、食レポするときさ、食べるときさ、口は絶対じゃダメだね。口開けるとくちゃくちゃペチャペチャさ、変な音するから、食べるものを口に入れたら絶対もう開かないっての、口結んだまんま食うっつの。ちょっとそれコツじゃねえか。ちょっと温まってきたんで、ちょっと切ります。適切かどうか、ちょっとこれなんか水っぽくてやばそうな感じだね。ちょっとこれやばいかな。ちょっと薄い、これ水入れすぎた。なんか水入れすぎた気がするね。これちょっとさ、水入れすぎたね。失敗の疑いがあるね。失敗の疑いがあるよ、これ。ああ、こうなっちゃうと余ったカレーのルー入れるしかないんだよね。これはちょっとどんなに肉に、これでさ、によく煮込めばいいって言うけど、煮込むと肉が硬くなっちゃうんだよ。まあ、これちょっと、これはもう失敗。ちょっといらないルー。ああ、ちょっとちょうどいいや。バーモントカレーのいらないのが1個しかねえよ、1個しか。まあいいや、入れるか。ちょっと失敗したね。
これはちょっとこのままかんましても、ちょっと水っぽいの止まんないかもよこれ。ねえ、じゃあ分かる、ちょっともう半分入れるか。これちょっと違うな。もうジャワカワ半分入れよう。開かないよこれ。ハウスジャワカワ開かないよ。ちょっとこれ違うね。水入れすぎだったね。入れちゃう。あー、見ついちゃったよ。これは失敗だね。見ついちゃったね。2つ入れようと思ったのにね。ちょっとしょっぱくなっちゃうねこれじゃね。ちょっと入れすぎちゃったよルーさん。入れすぎちゃったね。入れすぎちゃったね。しょうがない。ちょっとこれルーが溶けるまでちょっとこれでも洗ってね。今日のカレーはちょっと失敗ですな、これはちょっと失敗したね。まあいっか。ねえ、鍋買ってきたね、せっかくね。これ使い捨てだよね、フライパンはね。なんか違うね、いつもとね。アミラーゼが入ったかね、アミラーゼが。粘性が出ないもん、ほら水っぽくなっちゃったもんね、ほら。まあいっか、まあいっか。ああ、たまには失敗したカレーもね。ちょっと濃いんじゃねえかな今日のは。あとで、まあちょっと後で食ってみましょう。はい、はい、ちょっとね、温度入ってきたからね。はい、ちょっと食べてみましょうね。朝飯代わりにね、試食だね。ちょっとね、ルー入れすぎた嫌いがあるね。はい。はい、今日の食レポ。はい、食レポのコツね。食レポのコツね。口に物を入れたら絶対口を開けない。うん、うん、開いちゃったね。玉ねぎのちょっと皮が入ってる。硬い。肉がそんで一個も入ってない。うん、口に入れたら絶対開かないことだね。
どうよ、落とした？うん、食レポの仕方。あのくちゃくちゃやっちゃう人ね、絶対口開かなきゃいけないの、意識して。あの録画撮りしてるときは、ちょっとね、味が濃いよ今日のは。ルー入れすぎちゃったね。に兄ちゃん怒るかもしんないね。うん、美味しく食べちゃダメだね、本当に。口開かないように食べるのがコツだね。どうよ、音する？ペチャク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 チャ。うん、開いちゃったね。うまいうまい。しょっぱいけどうまい。煮込みは一晩、炊飯器、保温。忙しい人いいよね、煮込んでる時間がない人ね。まあ肉だけど、まあちょっと鶏のほら、もものバサバサしやすいところ、あ、胸肉か、鶏の胸肉だからね。かなり濃い。玉ねぎぶち込むか。